N かけるガールズライキッド。このコーナーは街に夢を描こう西鉄グループの提供でお送りします。ラベ FM ポップテープ、毎週日曜12時からは N かけるガールズライキッド。このコーナーは西鉄グループと様々な人、こと、ものの掛け合わせで生まれるストーリーをお届けしているオンラインマガジン絵の描けるの記事を私たち現役大学生 DJ が体験紹介します。はい、その西鉄の N と人、こと、ものの掛け合わせの掛けるで N 掛けるなんですが、さあ今日紹介してくださるのは山口愛香ちゃんです。はい、よろしくお願いします。ということで早速今日紹介する記事はこちら、台湾にできた新たな宿泊施設、ソラリア西鉄ホテル台北正門を取材体験レポ ー。8月末に出た記事なんですけれども、まあ、いつもあの西鉄の取り組みをご紹介させていただいてるんですが、今回は舞台は台湾ということで、台北市にある四面林、まあ、正門町という地区には、まあ、食やファッション、カルチャーなどトレンドの発信地として知られていて、若者たちがたくさん集まることから、台湾の原宿と呼ばれております。でそんな四面林地区に、今年8月1日にグランドオープンしたのが、ソラリア西鉄ホテル台北正門ということで、はい、もうソラリア西鉄ホテルがもう台湾にオープンして、そういえば韓国にもありました。あ、やっぱそうですよね、通りかかって、はいはいはい、みたいな、西鉄みたいな、イタリアみたいなね、すごいなりました、花と二人で、ね、あーってだからなんか今回のこの台湾はあと日系ホテルとしては初めてみたいで進出したのがなんですけれども、まあ、この N×ではアクセス抜群の好立地に誕生した新たな宿泊拠点を一足早く取材体験レポ、まあ、現地を知り尽くした日本人スタッフおすすめの観光情報も一緒に紹介してくれていますということで、まあ、記事を見たら、まずそのこの四面林かのこうあの立地があるところの紹介が、もうここがおすすめですとお店を、食、スイーツ、お土産、マッサージ、いっぱい紹介されてるんですけど、まあ、私的にちょっと気になったのが、ちょっと発音を許してください、アゾンメンシェンっていうお店も紹介されていて、台湾の名物として、そうめんのような形状のこうメンシェンっていうものがあるみたいで、そこの名店、1975年創業の名店、アゾンメンシェンがすぐ味わえるということで、ここぜひ行ってみてください。しかもパクチーのありなしが選べるらしくて、あ、それ嬉しいですね、はい、だからちょっとでも苦手だったらダメって言えるので、食べやすいですよってことで、あとはこことかっていうスイーツで紹介されて、いいね、台湾スイーツ。そうです、あのここはあのバブルティーブランドですね、あのお茶っていうかあの飲み物を出しているとこなんですけども、東京とか大阪に店舗が一応あるみたいなので、知ってる人もいるのかなと思うんですけど、現地だともうかなりリーズナブルに飲めるみたいなので、ここもすごく、まあ、日本語のメニュー表記もあるみたいなので、タピオカ行きやすい、そう、そんな感じです、いろいろ、そうそう、なんかタピオカとか、あとはなんかこう下にこう季節限定とかで、この記事にはマンゴー、グレープフルーツと、そこにタピオカプラスヨーグルト、美味しそう、そうそう、本当にたくさんの商品展開がされてるので、ここも面白そうだなと思ったんですけど、ちょっともうあのこの記事にいっぱい紹介されていて、ちょっとですね、私中国語が全然読めないということなので皆さんぜひ記事に行って、お店いっぱい見てほしいんですけど、まあこれ、まあ、こんな感じでもうグルメもスイーツもマッサージもお土産も全部揃うこの四面林っていうところに、まあ、できたこのホテルの魅力、そしてまず最初に高級感あるエントランスやラウンジってあるんですけど、なんかその最初のエントランスにまず奥の方にドリンクバーとか設置されてて、もう嬉しい、はい、宿泊してる人は使えるっていうやつとか、あとはあのビジネスセンターっていう場所があって、そこは例えばスクリーンとか Wi-Fi とかパソコンとかがあって、あのビジネスで会議とかに利用していいですよっていうエリアもホテル内にある、すごい、すごいし、あとはジムもあります、もちろん、すごいです、フィットネスジムは完備で、とにかくもうエントランスとかラウンジとかサービスが
充実してるっていうところと、あとはあの客室のバリエーションが、いやだからめっちゃおしゃれで広いし、おしゃれで、まあ、全部で298部屋あるみたいなんですけど、すごい、その中でももう14タイプ、いろんなグレードとかお部屋の種類があって、まあ、スタイリッシュとモダンをテーマにしているので、そのソラリア自体が、本当にくつろげる落ち着きがある空間ってことで、本当記事に行ったらすごいですよね。ねいや落ち着くだろうなって、いやこれは泊まりたいね、これから台湾行きたいって言ってたんで、いやそうだ言ってたよ、これ見て行かないとって思いました。いやそう、ちょっと泊まろう。しかも本当にあの日本人のスタッフの方ももちろんいらっしゃるので、全然日本語でも通じるっていうのも嬉しいし、あとはグルメですね最後は。そうね、なんか朝食がビュッフェスタイルみたいなんですけど、もちろん台湾料理もですけど、和食とかも、はい、洋食、和食、台湾料理全部出るみたいで、すごい。でも時間帯もですね、結構9時とかで終わっちゃうような朝食のとこ多いと思うんですけど、10時半ぐらいまで空いているので、早めのご飯でもいいし、とか、なんかのブランチみたいな感覚で食べるのもいいって書いてあって、いや美味しそう、写真を見たら美味しそう、いやますます台湾行きたくなった。そうこのホテル西鉄、ソラリア西鉄ホテル台北正門自体も楽しめるし、その本当に徒歩圏内に、台湾の原宿なので、なんせたくさんの商業施設があって楽しめるので、皆さんぜひ行ってみてほしいなと思います。はい、ということで今日の N×ガールズライキッドは、台湾にできた新たな宿泊施設ソラリア西鉄ホテル台北正門を取材体験レポの記事を紹介しました。N×ガールズライキッドはこれまで放送してきたアーカイブがポッドキャストで配信中です。ラブ FM のホームページからもお聞きいただけますし、 Spotify、Podcast でも配信しているので、皆さんフォロー、そして過去の放送もぜひ聞いてみてください。はい、あゆかちゃん紹介ありがとうございました。はい、以上 N×ガールズライキッドでした。